早弁です。今日は青森県の、弘前市木曽馬一力さん来ております。こちら芸人のね、シソンヌ二郎さんの実家だそうです。ラーメンも美味しいそうですね。この時店内はこんな感じで結構ね、雪が入ってますよね。さて頼んだのが、中華ですね。結構秋田もそうですけど、こういうところで中華って名前でラーメン出してるところ結構あります。いらっしゃいませ。結構バランスが効いたスープですね。いらっしゃいませ。お茶になります。どうぞ。どうぞ。はい。うん、割とやわめの縮れですね。ハイライスは一つと、柏が。ありがとうございます。じゃあ女の人だ。あれ、さっきの。あ、すげえあっさりだけど地味深いですね。うん。チャーシューも柔らかくて肉の味しっかりするけど、油っぽくなくてね、食べやすいです。美味しいですね。この後もいただいて、はい、美味しくいただいてまいりました。やっぱり蕎麦屋ってだけでね、私が聞いて多分鶏だしも加えてるのかなって感じでね、食べれば食べるほど味がね、地味深く染みるような、そんなスープで美味しかったですね。秋田でいうと、うのき食堂だとかと似た系統の味になるのかなと思いますね。他にもね、普通に蕎麦も美味しそうでしたしね、また来てみたいと思います。阿部でした。ご視聴ありがとうございました。